こういう感じと、こういう感じ。同じ感じ。それで、この月の稽古。月の稽古。こうね。OK。向こう何しろ。ここはあまり気にしちゃうと、しちゃうから。だから、転換となり、転換となり、感じでしょ。だから、背の、向こう。で、柔らかくしてないと切れちゃうから。なるべく、こうやる。こうきたら、柔らかくしてね。で、何回やるのね。繋がってんのか。どっかしら繋がってる。これ切っちゃうと、完全に切っちゃって、パッて弾いちゃうと、次が来ちゃう。さあ、なるべく、来たら、繋げとくの。回ってる必ず。こうきて、触ってる。必ず触ってる。触ってる、必ず触ってる。触ってると、なんかできる。こう触ってる。いつもさ、どっか触ってる。で、こうやる。こう触ってる。ちょっとこれ触る。で、内緒転換だから。内緒転換蹴り向こう。向こう。で、安全のために、これ使う。安全のために、こういう。さあ、なんていうの。なしで来ちゃって、こうやってやると、当たってきちゃって嫌だから、だからこう、なるべく触ってるんですよ。触ってる。こういう、触ってる。触ってもいいよ。で、来るの分かってきたら、いつもさ、そして、できたら、おーさんそういう感じね。じゃあちょっとやってみましょう。今度は来たの、来たの、来たら来て、おーに、上から、上から払う、おーに、上から払う。これ、稽古の仕方ないんだよ。稽古の仕方、おーにね、上から払う、そう、そう、上から。そしてこの手を使う、おーに、そしたら安心。さあ、使う。一つだけだとちょっと、この手がバシンってきたらつって、ちょっと危ない。この手使う。そうすると完全に外に行っちゃう。こう来て、こう外に行っちゃう。腰変えなくてもいい。こうやってやってるから。ゆっくり。こう来て、外行っちゃう。こうやって払うから。こうやって払う。こう。じゃあ外行って、それで足つく。足に行こう。でさ、最初の練習は足つか、最初は足つかないで、足つかないで、ね、で最後は足つかない向こうで、わざわざみたいな。必ず目の前に、必ず目の前に、ね、こう足変えて、じゃあ上から最初は立ってまっすぐで、ゆっくり来て、こういう、あんまり出さないで。そしたら足を使って、足を使って。これ見てるとダメなのかな。だから来たら打たして。そしてね。どうぞやって、それで何かやる。来たら向こう、そして顔の位置、拳の方向に相手、自分の顔が行っちゃってる、向こうへ。それでこういう感じ。じゃあちょっと当たれ、両方向なんかやるんじゃなくて、必ずこういうふうに2つ使って、できたら、それの稽古が2つに多い。必ず2つ。そうすると、この線外れて、こう来て、ここで、
向こう向いてんだよね、僕はね。で、なんかできるから、なんか。こう、慌ててこうやって、やっちゃってもしょうがないんだけど。稽古だから、なるべくこういうふうに、こういうふうに普通に、姿勢、まっすぐ。で、普通にこういうふうにできるよ。で、手。で、なんかやってやる。こういうふうにしなるんだよね。何しろ。両方使って、こういう。そういう練習、いいんですよ。ちょっといいけどさ、なるべくね。じゃあ、これはね、これ、今どうなんですか。こう来たときに、上から下でしょ。こう来たときに、こうですね。これも同じ、基本的な、来たら、こう。来たら、こうやって。来たら、こういう。これが、そう。こういうちょっとあるんですよ。したら、ここ来たらこっちから入る。こっち。でもこの手はって蹴りが来るから。なるべく外の方が安全。安全っていう意味では外の方が安全。こう入ってくるの、こっちの方が安全。こっちから来るの、こっちの方が安全。外来もらえる。外。こう行く。それで、それの手が。これ横目打ちでいつも稽古してる。横目打ちで稽古してて、こう来て、こういうのね。これと同じ稽古。こういう稽古。これも同じ。こう。打ったら、この手が、もしくは、下が入る。こういう。それで、この手があるから飛んでこないの。この手があるから。足も来ないの。喧嘩プルプルして。喧嘩は来ないの。で、こう入ってくるから。この手が邪魔して入ってこない。で、この手が。これ、打ってもらうと。で、最初はこの足止めて、こういう。足止めて、こういう。その次は足を動かして、向こう。足を動かして、向こう。で、なんかね。じゃあ、同じ感じ。なるべく高く。で、コンビネーションですから、これ稽古やってるんでね、これ一生懸命稽古しても実際に街でやっちゃうんですよ。で、来たら今度、で今外出たんだけど、今度家に入りましょう。家に来たらそのまま繋げてるって感じ。家入ってこうやって回ってると来ちゃうから、だからなんか家入ったらすぐなんていうの変わる。うち入ったらすぐ、なんか、外も変わる、外も変わる、内も変わる、内も変わる、内も、バーンってこういう、なんていうのかな、つなげ、なんていうの、ガツって、この手も、ガツって、この手で、
当てに行っちゃうとこれ力入っちゃってガツッと止められちゃうとこれ動かなくなっちゃって、ね、いついちゃいます。だから別に当てなくてもいいから、当てなくてもこう感じてる、それが割と大事なところ。あのガツンガツンってやるとこうガツンガツンガツンってやっちゃうと相手と強固になっちゃって、だからなるべく来たらなるべくこの手もそんなにぶつけてないじゃん、ガツッてやらないで、なるべくこれ多分1に入っても同じ、1に入っても同じで、あんまりガツッてやらないです。こういうふうにさばいてこの練習、その落ち着いてる、落ち着いてる戦いモードにならないで、戦いモードにならないでなんて当ててるって感じ、いつもなる。じゃあいろいろやってみましょう。